はい、モードとかがたくさんあって、はい、でここのボタンを押したら S ペダルっていうのがボタンが増えてるんですよ。ペダルオンオフの切り替えもでき、いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、 僕はネズミことイビキンです。大人気 SUV トヨタライズ、ダイハツのロッキーが 100% モーターの力で走行する e スマートハイブリッドに変わりました。新開発 1.2L ガソリン車およびターボ車 4WD もあります。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まずはロッキーの歴史から。1990年にデビューしました初代のロッキーは 1.6 リッターのフルタイム 4WD でした。ネーミングはロッキー305から来ています。そして22年の時を経て2019年11月に新型ロッキーが誕生しました。2021年11月1日にはロッキー、さらにライズに e スマートハイブリッドを採用し、新たなコンパクト SUV として生まれ変わりました。今回この動画ではロッキー、ライズの大きく変わった点3点を紹介します。まずトヨタのライズについて。ライズはダイハツで生まれ、販売はトヨタ自動車です。ライズのネーミングの由来は英語のライズ、登る、舞い上がるとレイズ、高く持ち上がる、高める、増す。この2つの英語、ライズとレイズからの造語となっています。毎日盛り上がるテンション、アクティブな車であることを意味しています。イビキン TV では気になる新型車やおすすめオプション、気になるグッズなどを紹介しています。コメントなどもよろしくお願いします。チャンネル登録は動画作成の励みとなっています。それでは、ライズ、ロッキーの大きく変わった点、3つを紹介していきたいと思います。1つ目がフロントグリルになります。2つ目がタイヤ。そして3つ目が S ペダルになります。この順番に沿って説明していきたいと思います。この動画ではチャプターオンにしてます。時間のない方は画面の横にチャプター一覧が表示されるようになっています。そちらから見たい目次を探してご覧ください。よろしくお願いします。まずロッキー、ライズはフロントグリルが大きく変わってきます。ライズはご覧のようにフロントバンパー下まで大型グリルが使用されていて、迫力のあるフロントグリルとなっています。デイライトは LED 発光となっていて、フォグランプの上側に横に発光するタイプとなっています。そしてフロントライト、フォグランプは LED となっています。ライズは2020年上半期登録者販売台数でランキング1位の大人気車種です。5ナンバーサイズとは思えないサイズ感と運転のしやすさ、車内空間の快適さなどが評価されています。そしてこちらがダイハツの新型ロッキーになります。グリルの形状とデイライトが縦に光るのがライズと少し違っています。ライズとロッキーはこのようにフロントグリル、バンパーが多少違います。ロッキーのフロントグリルはヘキサゴングリルが使用されていて、力強くアウトドア感が強いイメージとなっています。こちらはガソリン車のフロントグリルになります。ロッキーのハイブリッド車のメッシュタイプのグリルに対して、ガソリン車は横基調のグリルとなっています。トヨタ、ライズとダイハツロッキーは姉妹車であるため、基本的な車両のスペックは同じとなっています。ボディサイズは全長3995、全幅1695mm。全高1620mm となっています。今映ってる車両は、ロッキーのハイブリッド車両、e スマート車になります。エンジンは 1200cc2WD となっています。ボディカラーは、ブラックマイカメタリック、スムースグレーマイカメタリックの2トーン色となっています。価格は、消費税込みで234万7000円となっています。まだナビが間に合ってないみたいで。ないです。もうちょっとで届くみたいな。半導体納期遅れの関係でナビはついてませんでした。ダイハツは納車の方を優先にナビを回しているそうです。今現在はナビは装着されています。ホイールがあれですね。大きく変わった点2つ目。ちょっと違うすね、こっちとこっち。ハイブリッド車両とガソリン車でホイールの穴が違います。ガソリン車は4ケツ、ハイブリッド車は5ケツになります。サイズは17インチで一緒ですね。17の。19565の17は一緒ですね。ハイブリッド車専用アルミホイールは5ケツとなっています。スタッドレスタイヤ装着時にはご注意ください。ホイールデザインも、ハイブリッド車はハイブリッド車専用、ガソリン車はガソリン車の専用のホイールデザインとなっています。続きまして、大きく変わった点3つ目を紹介します。もうハイブリッドのこういう、はい、モードとかがたくさんあって、ノーマルモード、エコモードがあります。で、ここのボタンを押したらこれが切り替わりますよとかがあるので、はい、これ参考にしてもらえたら、はい、エコモード、ノーマルモード、S ペダルを試乗編でお送りします。そしてチャンネル登録と通知をオンにすることで最新の動画を見逃しません。この動画が少しでもいいねと思いましたら高評価の方をよろしくお願いします。
こちらがダイハツロッキーの e スマート車、ハイブリッド車になります。奥に見えるのがガソリン車になります。ダイハツロッキー、トヨタ、ライズ、フロントのデザイン、及びマークが違うぐらいで、その他はほぼ同じです。皆様は、ライズ、ロッキー、どちらが好みですか？コメントの方から教えていただければ嬉しいです。それでは車内に入ってみましょう。シャークフィンアンテナはこのような感じとなっています。ノーマルモード、エコモードがあります。スタイリング右側のスイッチで、ノーマルモード、エコモードの切り替えが可能です。と、あと、S ペダルっていうのが多分、ボタンが増えてるんですよ。で、S ペダルオン、オフの切り替えもできるように。通常、エンジンをオンにすると、S ペダルはオンになります。オフするときはこちらのボタンを押してオフにします。燃費が向上し、アクセルの踏み戻しだけで加速減速を快適に行えます。一般的なエンジンブレーキ以上の減速感を発生させます。さらに、ノーマルモードではモーターの特性を際立たせて高いレスポンスを実現します。S ペダルっていう表示が押すと消えます。ね、で、もう一回 S ペダル押してもらったら、はい、つくんですよ。で、まあ、これが標準の、標準の状態で、この S ペダルっていうボタンをオンになってたら、もうアクセル離しただけで勝手にブレーキがかかるようになります。それが標準の状態なんですね。そうですね、はい。で、そのアクセルを離したら勝手にブレーキがかかるっていう状態を、ちょっとやめたいとか。もう自分でブレーキを踏むっていうのを、やっぱり従来の車と同じにやりたいってなれば、S ペダルっていうボタンを切ってもらえればできます。アクセルを離したら、エンジンブレーキがかかるような感じでいいんですよね。そういう感じですね。そうですね、アクセルを離したら勝手にブレーキがかかるようになってるので、うん、ミッション車みたいな感じと思ったらいいですよね。どっちかといえば。これからダイハツのロッキーに試乗して新開発の S ペダルという機能を体感してみたいと思います。今はブレーキを自分で踏まないといけないですね。トヨタライズ、ダイハツロッキーの S ペダルという装備はハイブリッド車に標準装備となります。ハイブリッド車専用の装備となりますので、ガソリン車には装着されません。ご注意ください。ライズ、ロッキーを納車された方で S ペダルを体感された方は感想などをお聞かせください。情報提供をよろしくお願いします。この後ロッキーに初めて試乗しましたが、初めて乗るときは注意が必要です。次の動画で感想などをお知らせします。チャンネル登録してお待ちください。ここに、はい、HDMI 端子があった時のライズの時に、あれオプションなんですかね。あれつけたら画像、動画とか見えてるんですよね。そうですね。HDMI 端子は、ライズはディスプレイオーディオパッケージ C97,900円、ロッキーの場合は C9 インチスマホ連携ディスプレイオーディオ99,000円。スマートフォンやタブレットの映像をディスプレイオーディオ上で楽しむことができます。オプションとなってますのでご注意ください。また、YouTube を見るにはこちらが便利です。こちらの動画で紹介しています。1.2 のガソリン車ですよね。はい、今回はターボはついてないですよね。ターボはないです。ないですね。ということで、今回はロッキーライズ、大きく変わった点、3点を紹介しました。外装って全く変わってないんですかね。ガソリン車の方は変わってないですね。変わってないんですか。はい。ハイブリッドはちょっと変わってますけど、グリルがちょっと変わってます、ね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。